半間家の本家の半間陽先生です、私の家ではね、おじと本家のじいさんも東大卒、おじも東大卒ね。で、2回目の母のじいさんも東大卒ですね。で、私は高校までに和光大学文学部の勉強を終えてから神奈川工科大の電気科を卒業しました。それで大学中に、一番大学の研究室、大学の生徒で優秀な、ね、人だけ研究室に入れるところの西牧研究室の、先生を担当しました。大学の先生を担当しました。で、それをきっかけに、大学の先生を、ね、資格を取って神奈川工科大電気科を卒業しています。で、そういうことでね、私はですね、ですね、現在までは大きい会社、JBC ホールディンググループという会社を僕は創業しています。これは2回目の、母のじいさんが閣僚をやってまして、防衛庁の技術研究所の所長ですねをやってまして、東大卒の方ですね、2回目の母ですけどね、で、谷口と日京電機っていう会社を建てたわけですね。東京都世田谷区下浜1丁目ですね。2回目の母が、再婚するという時を、拠点にしまして、日本ビジネスコンピューターという会社をね、日京電機から別会社に建てたわけですね。これは私の指導のでですね、名前を日本ビジネスコンピューターという名前を作って、他会社がまた繁栄しまして、日京電機と日本ビジネスコンピューターという会社が2つとも繁栄したもんですから、また戻して合弁したわけですね。それで両方とも日本ビジネスコンピューターと私が名前を作った会社にね、一緒にしたんです。それからグループ化しまして、日本ビジネスコンピューターという会社をグループ化しまして、いくつも会社ができるように、大会社ですね、なりましたね。で、現在は JBCC ホールディングスという会社が本社と代表の会社名、となってるわけですね。本来は日本ビジネスコンピューターという私が名前を決めて作った会社が元の名前です。ということでね、資本金は JBCC ホールディングスという会社は50億円あります。全体はもうちょっとたくさんありますけどね、グループ会社としてはね。ということで、半間陽先生が日本ビジネスコンピューターから来た JBC ホールディング会社と JBCC グループという会社の最高名誉創設者になります。半間陽先生になります。ということでご紹介いたします。JBC ホールディングスというのは検索してみてください。大きな会社ですからね。ということでね、私が創業した会社をご紹介いたしました。